さん、こんにちは。インスパイアの久田です。今日もユースリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、キャッシュレス決済のことについてお話をしたいんですが、もう一個ですね、今日大ニュースが入ってきましたので、そのことについてもね、最後に話したいと思います。大ニュースとはね、Yahoo と LINE が経営統合するって話なんですけど、ではですね、まず最初に今日の本題からいきたいと思うんですけど、こちらからご覧いただきたいと思いますが、はい、どうぞ。はい、キャッシュレスの消費者還元事業、今はポイント還元事業の名前になってますけど、こちらの方のですね、今回新しく決済事業者のリストがですね、また更新されまして、1068社になりました。ということで、これをですね、実際に見ていきたいと思うんですが、今回は前回が1047だったかな。だから21ぐらいしか増えてないので、そんなにね、大きい変更はないんですが、ちょっと見ていきたいと思います。ではですね、これ僕が作っている、まあ、Excel というかですね、まあ、Mac の Numbers のものですけど、これで、登録日ですね、ちょっと絞り込みしてみたいと思いますが、登録日で11月8日にしてみます。はい、絞り込みしましたら、なんといっても今回大きいのはですね、日本プラットフォームです。これが今回登録されました。これ4月12日に仮登録されていて、それからずっとですね、登録が見送られてきたものが登録されました。日本プラットフォームっていうのは、何が一番すごいかっていうと、Amazon Pay を、一点に受けてるんです。Amazon Pay は今日本プラットフォームしかできないんですよ。だから Amazon Pay がつい前にですね、登録されて、そしてそれの決済代行サービスをやっている日本プラットフォームも登録されました。これ B 型ですね。Amazon Pay は A 型ですね。で登録されたことによって、これで Amazon Pay もやらなきゃいけないなっていう話になってきます。で、あとはですね、まあ見ていきましても、まあまあ、このね、QF Pay っていうのは、これ中国の、決済で、ちょっとこれ注目なんですけど、まだね、日本の動きはどうなるかまだわからないですね。あとは、まあ見ていきましたら、まあそんなにね、大きい動きもないのかなって気がしています。では、ちょっと戻りましてですね、はい、ちょっと絞り込みを解除しますが、今度は受付が開始したものをちょっと振り返ってみますね。はい。受付が今回から開始したものをちょっと絞り込んでみましょう。前回登録されましたジャパンタクシーですね。これが今回から、前回というか10月15日ですね。受付が開始になっています。あと銀行とかその他もろもろがなってるんですけど、まあ大きいとこはジャパンタクシーの話でしょう。そして登録日では日本プラットフォームじゃないかなと思います。ということで、現時点でどこまで行ったかということでちょっとお話しますと、例えばですね、4月の10、まあ内定は全部もう行っているんですけど、ただ受付を開始してないのがセブンカードとイオンリテールと楽天エディがまだだと。楽天エディとかね、まあイオンとか、この後他にもありますけど、大手がですね、まだ受付を開始してないっていうことは、キャッシュバックの対象にならないですからね。大丈夫なのかなって気がするんですけど、はい。4月12日の方でまだ抜けているものがですね、この辺にいっぱいあるんですね。ドコモさんとか YG カードとかもですね、名古屋鉄道とかも、三菱 UFJ とかイオンとか結構抜けてるんですけど、まだありますというもんですね。そして、ここの4月12日があって、この後5月で並んでくるんですけど、では、あとね、注目なのということで見ていきますと、受付日、受付日やりましたっけ？受付日で見ると、はい、今回は追加になったもので、まあそんなにね、目立って大きいのないと思いますが、ジャパンタクシーが大きいぐらいですかね。ただ、ジャパンタクシーは我々は直接関係ないと思いますので、まあでもタクシー会社、タクシーの配車アプリですから、タクシー会社の方はちょっと関係あるかもしれませんが、まあ、こんな感じになっています。ということで、あんまり大きいニュースがないんですが、では、ちょっと見てほしいのがこちらです。
はい、これ11月12日付でですね、発表されたものなんですけど、現在、ここにありますね。73万店舗が登録加盟店に入っていて、11月21日には77万店舗って、まあ、4万店舗ぐらいですけど、増える予定ですと。さらにはですね、現在の登録申請だけで93万店舗ありますから、まだね、審査して、ないやつとか、掲載されてないものが20万店舗くらいあるんですね。まあ、20万店舗って言っても、これ考え方によっては、まあ、4人に1人ぐらいとかですから、結構多い会社ですよね。会社数がまだ登録されていません。で、今日の本題にちょっと入ります。本題というかですね、このニュースになりますけど、Yahoo と LINE が経営統合。で、これは、もともとね、ソフトバンクっていう会社があって、Yahoo ジャパンがあって、Yahoo ジャパンの方が先にできた会社で、Yahoo ジャパンはそもそもアメリカの Yahoo から来ていて、そして、日本に入ってきてですね、で、やってきたわけなんですけど、後発でできたソフトバンクっていう会社がですね、まあ、携帯のキャリアの会社になったり、あとはいろんなね、事業を手掛けていくことによって、どんどん大きくなって、ついにはですね、Yahoo を今、子会社化してますね。だから立場が全く逆に、このね、十数年の間になってしまったわけなんですけど、そしてソフトバンクは、今度はですね、Yahoo ね、まあ、ちょっとややこしいんですけど、ゾゾタウンね、ゾゾタウンをヤフーが買収しました。というとこまで行きまして、今回は、このヤフーと LINE が経営統合ということで、まあ、LINE 社はですね、まあ、キャッシュレスの話で言えば、LINEPay っていうのがありますけど、この LINEPay の、PayPay がやってるような100億キャッシュバキャンペーンみたいなことを今回やらなかったんですよね。で、その代わり、アクティブユーザー数は減ったんだけど、だけど、払ってるやつが減ったから、そのみんなに配るやつが減ったので、結果的には良かったんじゃないかっていうような話も出ているんですね。という戦略に出たのも、もしかしたらこの話があったかもしれない。ってなると、PayPay と LINEPay が一緒になるっていうことも、ちょっと現実を帯びてきたんですよね。現実味を帯びてきたんですよね。で、まあ、ペイペイブランドっていうのに乗っかって、LINEPay はなくなってですね、ペイペイだけになってしまうかもしれないし。で、アプリの方は、やっぱりもう皆さんに根付いている、国内では8000万人が使っているようにもなったので、だからこっち側をメインにして、例えば Yahoo ショッピングの、問い合わせのね、問い合わせとか、もしくはメールマガで、入会しましたとかっていうものは、ラインベースになってくるのかもしれないなっていうふうにもちょっと考えられるんですよね。で、ちょっと数字の面見ていきますと、こんな数字をね、日経が化しています。ヤフーとラインの主な事業ということで、まず EC 事業ですね。楽天が3兆4千億でダントツに大きいんですけど、2番手がもうヤフーです。2兆3400です。で、これをね、ナンバーワンになりたいって言ってるんだけど、実は EC ってここには出てないんだけど、LINE ショッピングっていうね、LINE もね、一応EC やってるんですけど、これがね、いまいちうまくいってないんですけど、ここの部分を、Yahoo と組むことによって、かなりね、大きく変わってくると思いますから、EC の方にとっても大きいね、今回のニュースになります。そして SNS ですね。SNS は、まあ、LINE、Twitter、インスタ、Facebook って書いてますけど、まあ、ダントツのね、ユーザー数を持っているLINE です。8200万人ですね。スマホを持っている人のほとんどが LINE が入っているというような計算になりますけど、そのぐらいのものがあるので、この SNS と、EC を組み合わせるっていうね、いわゆるソーシャルコマースっていうのが今回かなりですね、可能になってくるんじゃないかと思いますので、LINE のチャットボットですね。チャットボットを使って、質問しながらね、何か誘導していくとかっていうものも、できていくんじゃないかなと思うと、果たしてこれをね、第三者の、サードパーティーのような方が作った LINE 上で動く何か決済サービスとか、何か作っても、最後に全部持っていかれるような気がするんですよね。はい、あとですね、スマホ決済。これね、LINEPay が3690万って出てるんだけど、これまあちょっと嘘で、まあ、登録数なんですよね。だから、販売数じゃなくて登録数。
普通、ホテルに泊まった場合には、この、なんだっけ、何の話をしようと思ってたのか。このね、スマホ決済の話か。で、この LINEPay、PayPay とかってこうありますけど、現時点でこの LINEPay がすごい大きい数字になってるのは、これは登録数であって、なんていうのかな、実際のアクティブのユーザー数じゃないんですよね。で、まあ、一般的に発表されているのでは、LINEPay は470万人ぐらいという話になっているので、今、PayPay の方がダントツに多いわけです。だけど、この2つが組むと、あとね、国内だと楽天ペイとかですね、メルペイっていうのがライバルになってくるんですけど、そうするとやっぱりね、強くなりますよね。で、今度、ポイント事業。ポイント事業においても、楽天スーパーポイント、ポンタ、T ポイントに並んで、4番手には LINE ポイントが入ってます。で、まあ、D ポイント、au ウォレットみたいな形の、その、まあ、いわゆる携帯のね、ものですね、がある中で、ソフトバンクが、T ポイントですね、ヤフーとの T ポイントになっているので、そこにこの T と L のね、この2つがね、一緒になるということは、この部分においてもかなり大きいのになってくるんじゃないかなと思うので、今回のですね、経営統合の話はですね、どういう条件でお互いが何を残してやっていくかってことが、ちょっと注目かなって気がしています。例えば、フリマアプリに関しては、メルカリってものとラクマってものが今2強だったわけなんですけど、この中で、LINE 社もですね、実は LINE ショッピングみたいなのをやったり、中国にも売ったりもしてるんですね。で、このような、とこからも今後ですね、LINE とか Yahoo の検索エンジンを使ったもので、随分と市場が変わってくるんじゃないかと思いますので、ちょっとね、このニュースは今月中ぐらいにね、話をまとめるみたいなことになってますんで、注目かなって気がしています。というニュースですね。で、LINEPay と PayPay が本当に一緒になることがあるのかって話が、ちょっとね、ここ注目ですよね。で、LINE 的にも、今弱気っていうかですね、そもそも、買収したりする立場にあるのに、今回ね、経営統合っていうのを五分五分でね、会社を作ってやっていくって話で、まあ、LINE っていうね、ブランドが消えることはなさそうですけど、さすがにないと思いますが、どうなりますかね。で、楽天ペイは QR コード決済を重要視してなくて、楽天ペイというマルチ決済なんかでもそうなんですけど、QR コード決済よりは電子マネーの方を進めてきていますので、まあ、その流れでも起きたんかなって今日一瞬思ったんですね。だけど違ったんですが、どうなりますかね。かなり大きいね、インパクトの話じゃないかなと思います。で、これはソフトバンクとその LINE の関係の中で注目していたのは、LINE モバイルってですね、LINE のいわゆる格安 SIM のサービスをソフトバンクがですね、まあ買収というかですね、に向けて動いていて、で、ソフトバンク傘下というか五分五分のところに行ってるんですよね。だからそこの部分でソフトバンクと LINE がこうタッグを組んでるのに、決済の部分でそれぞれが決済を持っていて、火花を散らしているのはおかしいんじゃないかなっていうのは、以前に動画でも喋ったと思うんですが、ってなると、やっぱり経営統合しかないのかなという感じがしますよね。ただ、これは最初の1、2年は結構大きいと思うんですけど、だんだんですね、ヤフの経営状態もあんまり良くない、ソフトバンクの経営状態も良くないし、その弱い者同士でくっつくみたいなことの考えではうまくいかないと思うので、まあ、今月中、彼らの動きを見ておくといいかなと思います。で、おそらくね、またキャンペーンとかいろいろやってくると思いますので、その辺もね、チェックしておくといいかなと思います。はい、今日はですね、キャッシュレスの消費者還元事業に登録されている決済事業者リストっていうのを、まあ、ウェブの方に公開してますから、これ見ていただければですね、いろんなことわかると思います。が一つと、そして新たにね、やらなきゃいけないキャッシュレスとして、Yahoo と LINE が絡んでいるものね、注目ですので、ぜひこの辺も押さえておくといいんじゃないかなって思います。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。